皆さんこんにちは。今回は HG ザク2リバイブ版を作ってみたいと思います。箱絵にはゲルググやザク、ジオングも描かれています。これはア・バオワクーでの最終決戦の様子のようです。箱絵をモチーフにして小惑星の影に隠れているジオラマにしたいと思います。箱の中身はこんな感じ。軟質素材のパーツが特徴的ですね。デカールは付属していませんので別途用意します。ゲートは2度切りしました。パーツから少し離れた箇所を切り、もう一度切り直します。パーツは少ないのでまとめてカットして処理を進めていきました。今回はパーフェクトゲートリムーバーを活用してみました。ゲート跡を削ってポリッシャーでさっと磨いたらこの通りです。これはおすすめの工具ですね。腕の合わせ目は段落ちモールドにします。適当なプラ板にデザインナイフの刃を貼ります。少し先を出すのがポイントです。これで優しく溝を彫り込んでいきます。専用工具ほどは綺麗に仕上がりませんが、簡易工具としては十分だと思います。その先のパーツにもモールドを彫っておきました。完成です。パーツにダメージ跡をつけていきます。金属ヤスリでゴリゴリ。へこんだ表現は熱で加工します。線香でしばらく炙ります。変色して緩んできたら頃合いです。ベースの形状を考えながらポーズを決めます。ポーズが決まったら1ミリの穴を開けます。1ミリの真鍮線を押し込みます。これでベースに立たせるというわけです。股関節の場所も動かないように真鍮線を仕込みました。ザクマシンガンのスコープに電飾をしていきます。照準器を開口します。基部に穴を開けていきます。ポリウレタン被膜のエナメル線を通します。LED は最小サイズの1005。ハンダゴテは乾電池で動くタイプを使っています。大切なのが小手先クリーナー。これがないと小手先が整いません。両面テープに貼り付けます。電子基板用のフラックスを専用のペンに入れておき、これを少量塗布します。小手先のハンダをちょんと移します。エナメル導線もハンダメッキします。プラス極に赤の線を乗せます。一瞬加熱したら OK です。これで完成。先ほどのスコープに引き込みます。
銃の本体を通過して手元に出します。 UV レジン液を盛り付け、H アイズを入れました。点灯チェックバッチリですね。モノアイの電飾は首元に穴を開けます。ここを通過して首の部分に出てくるわけです。シールを目印に穴を開けます。3ミリのプラ棒をパイプ状に加工してピンクの LED を仕込みました。セット完了です。足裏のスラスターも加工します。足は断線する恐れもあるのでゴム被膜で保護しました。こんな感じで足の中を通っていきます。ブルーの LED を仕込みました。思ったより順調にできたのでパイロットの追加工作を行います。開いたコクピットを作ります。今回はマスターグレードザク2の設定に従います。走行板を切り抜き、この空間にコクピットを埋め込みます。プラ板を直角に合わせます。内部を作り込みます。しらっと見える程度ですね。フィールドグレーで塗ります。ファレホカラーを使って細部を塗り分けます。ジオンのマークをそれらしく描きました。墨入れを行います。シートをセットしたら完成です。電飾を仕込みます。今回の新兵器、光で硬化する瞬間接着剤を使います。接着剤を盛り付けて付属のライトを照射します。ものの5秒でカチコチになりました。透明度が高く発火もしない素晴らしい接着剤です。それでは持ち手に取り付けましょう。色ごとに集めておきます。関節部は黒で塗りつぶします。そしてメタルカラーでドライブラシを行います。モールドのある箇所にこすりつけていくと綺麗に浮かび上がってきます。未処理のパーティングラインも出てきてしまいますけどね。ザクマシンガンはこれだけで終了としています。ボディはチッピングを施します。グレイサフと黒サフを混ぜてチッピング色を作ります。これを最初に吹き付けて下地にします。続いてヘアスプレーを用意します。直接吹きつけると厚みが出るので一度紙コップに移します。
これを吹きつけると少しツヤが出ます。ハンドピースの洗浄は水で行えます。泡が出なくなるまで洗います。薄い緑はスカイを瓶のまま使いました。この時の塗料はやや濃いめで塗っておくのが良いでしょう。希釈が薄いと失敗するのです。このようにひび割れが生じます。これは希釈の溶剤がヘアスプレーに影響を与えているからだと思われます。修復する場合は全て塗料を落とすか拭き重ねても目立たなくなります。では削りましょう。パーツをある程度組み立てます。こうすることでやりすぎることを防げます。次は水を用意しましょう。筆でまんべんなく塗りしばらく待ちます。水が浸透してヘアスプレー層に到達します。湿らせた棒でエッジをこすると溶けたヘアスプレーが上塗り塗料とともに崩れてリアルに剥がれます。この時点では少しふやけたような表面ですが乾くと落ち着きます。爪楊枝以外にも硬い毛がき針などで傷をつけることも有効です。この技法を最初に編み出した人は天才ですね。できました。ダメージ加工した箇所はチッピングが似合う場所です。たくさん剥がします。終了後はセミグロスコートをしましょう。ラッカー系の塗料でコートしてしっかり乾かすと水が浸透しなくなり剥がれなくなります。デカールは貼って剥がせる明日のデカールをメインに使います。使い方は通常のデカールと同じです。マークセッターを塗った上にスライドさせて圧着します。1日乾かして透明部分を剥がします。ナイフで引っ掛けてつまんで剥がすだけです。綺麗な文字が貼れました。通常のデカールはマークソフターを使ってしっかり密着させています。コーションマークをすべて貼り終えました。デカールを貼っている箇所を中心に半光沢を吹きつけてコートします。明日のデカールもしっかり保護が必要です。ツヤを整えておくと本当に描いたようになります。まずはピンウォッシュを行います。ウェザリングカラーのグランドブラウンを使いますが攪拌しないのがポイント。そこに溜まった顔料を取り出し専用溶剤で適度に希釈します。これを影にしたい箇所に塗っていきます。墨入れの作業に似ていますが違いはシャドウを入れたい箇所に塗るという点です。筆に溶剤を湿る程度に含ませ境目をぼかしていきます。少し残るように作業することでシャドウを描いていきます。筆がすぐに汚れてきます。こまめに掃除して作業を続けます。汚し色を塗り広げて全てを真っ暗にしてしまわないように注意しましょう。うっすらとした微妙な汚れがピンウォッシュの成果です。面相筆でつくように作業をするとにじんだ油汚れのような表現になります。最後に薄めたグランドブラウンをヘラで弾きます。
そのままでは水玉模様ですので潰すように少し掃除をしました。全工程終了です。暗い色のピンウォッシュはマルチグレーがおすすめです。私はこれを白い墨入れと呼んでいます。ぼかす工程は同じです。この色はムラが残りやすいので化粧スポンジでぼかすとちょうどよくなります。ほこりが残ったような表現を目指します。マルチグレーで汚した上からグランドブラウンの飛沫を飛ばすのも良い感じになります。チッピングで大きく剥がした箇所にメタルカラーを塗ります。乾いたら綿棒で磨きます。そのままでは味気ないのでグランドブラウンで境目を汚します。以上でウェザリングがすべて終了です。胴体にはモノアイとバーニア、コクピットの配線が詰まっています。腕の電飾は関節の真ん中を通ります。こんな感じです。マシンガンの配線と接続します。絶縁した接続部を手の中に収めます。光で固まる瞬着が大活躍です。うまく収まりました。点灯しますね。断線もしていません。以上で本体の工作は終了です。最終の配線を行います。 CRD という抵抗を間に挟みます。これはどんな電圧も LED3 つ分程度に整えてくれる優れもの。6つの LED を2つのグループに分け CRD を接続しました。向きを間違えると仕込んだ LED が吹き飛びます。何度も確認です。2つの CRD が1つになって DC ソケットにつながります。コンセントに挿した AC アダプターを挿せば無事点灯です。人形の製作を行います。ウェーブのフィギュアを使いました。不要なモールドがあるので削り落とします。ジオン軍のスーツデザインに似せます。首や腕の角度を変えたいので導線を仕込みました。腕はスクラッチになります。銃を持たせたいのでプラ板から切り出しました。エポキシパテで腕を作ります。
ユーロパテを薄く伸ばしたものでストラップを作りました。まずは黒サフ、そして白でハイライトを入れます。次にファレホをラッカー溶剤で希釈してエアブラシします。細部をファレホで描き込みます。油絵の具で墨入れします。水性の艶消しクリアとラッカー溶剤で艶を消します。出来上がりです。小惑星を作ります。6ミリのプラパイプを仕込みました。表面をプラスタークロスで覆います。これは鉄道模型で崖などを作るためのもので、いわゆるギブスです。水に浸して貼っていきます。30分もすればカチカチに固まります。表面にプラスターを塗りつけます。木工ボンドを入れておきます。表面の穴を埋めていきます。半日乾かすと十分な強度になりました。台座は既製品を使いました。まずはマスキングをします。ドリルは3種類使いました。まずは2ミリで穴を開け、6ミリに拡張します。2ミリの真鍮線を追加します。プラスタークロスの表面は脆いので瞬間接着剤で補強します。これで動かなくなりました。次に背面にトリマーで溝を掘り込みました。これで配線を通す場所ができました。まずは黒く塗りつぶします。続いて白を上側から吹きつけ明暗をつけます。薄いグレーを作り吹きつけました。白のファレホをメラミンスポンジにつけてスタンプします。ウェザリングカラーのグランドブラウンを薄くウォッシュします。油彩で紫色を塗ります。紫をシャドウに塗ることで色の深みが出ますね。下部はスプラッシュで塗ります。まずは小惑星の接着を行います。次に手袋をしてザク本体を取り付けます。
手には真鍮線を仕込んでいます。足と手で固定しています。硬化したら逆さまにしても問題なしです。配線はこのように収めました。フィギュアを取り付けますが、ここで問題発生です。浮いているように取り付けたいのですが、明らかに強度が足りません。思い切って作り直します。0.4 ミリの真鍮線を差し込みます。胴体に穴を開け、腕を通して根元まで差し込む作戦です。パテで作り直しました。細い導線を取り出します。命綱に見立てて取り付けます。プライマーを塗ります。白く塗りました。取り付けます。軽くウォッシュしておきました。さあ、いよいよ完成です。タイトルプレートを取り付けました。出来上がりです。いかがでしたでしょうか。ジオラマの難しさは最初に完成形が見えていないことだと思います。でもだからこそ創意工夫する面白さがあります。小さな思いつきが具現化した時の達成感は次の制作への大きな原動力になりますよ。この動画が皆さんの模型制作のお役に立てれば幸いです。また次回の動画をお楽しみに。